はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第252回でございます。今回テーマが明日から数日旅に出ますということで、あと下にね、合同生放送って書いてあるんですが、これもちょっと初の試みでやりますんで、まあ、よかったらね、最後まで聞いてみてください。で、普通に始めましたけど、ちょっとお久しぶりなんですよね。今週分も1日も遅れて投稿してしまったんですが、実は自分がですね、一昨日の夜ぐらいからか、熱が出てしまって、で、どうしても昨日取れなくてね、で、今も若干まだ微熱があるんですけど、今、さっき病院行って薬もらって、ちょっと落ち着いたんで今動画を撮ってる感じです。で、先週は、息子はね、二人いるんですけど、上のお兄ちゃんの5歳のね、お兄ちゃんが、夏風邪をこじらせたらしくって、40度の熱がね、3日間落ちなかったんだよ。で、結構寝ずの看病とかをしてたら、もう動画撮影どころじゃなくなってしまってね、もう血液検査とかしたからね、もう5歳でかわいそうだったんだけどさ、そう、でもまあ、大事には至らなかったんで、よかったんですけど、まあそんなこんながあって、ちょっと動画がね、なかなか撮れなかったりとかしてしまったんですが、すいません。ちょっと大事な時期だったんですけど、少しゆったりペースにさせていただきました。で、まあそんなこんなで復活したんですけど、明日から旅に出ると。で、旅に出るっていうのはちょっと海外の方に行ってきます。ただですね、旅行で行くんではなくて、仕事で行ってきます。で、仕事というか、実はですね、YouTube 関係の、イベントというか、ちょっと、そのね、集まりがあって、それでね、行かせていただくんです、今回。そう、まさかのね、まさかのだよ、本当に。詳しいことは、どこまで行っていいかがちょっとわからないので、その終わって帰ってきたら、明日21日、8月21日から行って、24日に帰ってくるんですけど、そう、で、まあ、どこまで、一応撮影もしてくるんでね、まあ、その内容というかその様子とかも若干撮れるかもしれないんだけど、まあ終わってからね、喋っていいことは喋ろうと思います。まあざっくり言うと、一応、なんていうかな、他にもね、YouTuber さん行くんですよ、日本から。で、まあ日本、まあ集まりで行くんですけど、ほんと日本を一応、まあ代表してっていうちょっと大きくなっちゃうんですが、そう行かせていただくと、もう、他のね、YouTuber さん。これはね、明日から、もしかしたら、一緒にね、写真撮ってくださいとかで、Twitter でツイートできるかもしんないからさ、そこで、こんな人と行ってます、みたいなツイートするかもしんないんですけど、マジでビビるから。この語彙力のなさね、ほんと申し訳ないんだけど、本当にそうなの。なんで、俺、呼ばれてんだろうっていうぐらいに、もう次元が違う方しか、いないんだわ。本当に、そう。っていう。でもね、大好きな方とか、お会いしてみたかった方とかがいらっしゃるので、そう、その方たちにちょっと混じってね、行ってきます。はい。その辺も動画にできたらいいね。ちょっと、全員初対面なんで、しかも、まあ、登録者的にはもちろん自分が一番少ないしね。そう、少ないんで。ね、どこまでこう、しゃしゃり出れるかわからないんですけど、もともとコミュ障なのもあるしさ。そう。だけど、まあいろんな人とお話しさせてもらったりとか、まあ、動画ね、できるできないはまた置いといて、いろんな方とお話しさせてもらって、で、勉強させてもらって、で、海外の YouTuber の方もいらっしゃるんで、有名な方がね、いろんな方と接点持って、まあ YouTuber としてというか、これからのその教育の活動、このね、動画の活動に、まあプラスに活かせたらなと思いますし、できることはみんなにちょっと還元もしたいなとは思ってますので、数日間、ちょっとね、動画投稿を、お休みするとか、撮影ができないので、物理的に。そう、ちょっとね、まったりペースにまたなってしまうんですが、ただ、今やってる、歴史の一問一答のシリーズは、夏休み中は毎日投稿必ずすると決めたので、4日間分、先に作って、頑張って作ったんで、毎朝、8時ぐらいかなに予約投稿もセットしてあるからさ。だからそれはありますんで、もし歴史今、頑張ってくれてる方は、ぜひね、そちらの方を見てみてください。ひとまず、ちょっと頑張ってきます。本当に、もうね、なんかね、内容言えないからみんなにも伝えにくいと思うんだけど、まさかのチャンスなの。チャンスというか、こんな機会をいただけるとは思わなかったから、だから俺の Google の担当者の方に普通に聞いたもん、何回も聞いたもん。間違ってませんかっていう。俺ですか違く、だから送り先間違ってませんみたいな。うざいぐらいに絡むっていうね、担当の方に。違ってますよって、ハイさんなんですよって言っていただいたので、そう。まあ、ちょっとね、胸張っていけるかわからないですけど、まあ、せっかく選んでいただいたので、頑張っていきます。はい。ということです。で、あともう一個がですね、その今週末、日曜日なんですけど、8月26日、14時から16時に、YouTube の、自分のチャンネルから YouTube ライブ、生放送を行います。で、この生放送なんですが、そこに書いてあるように合同生放送ということで、初めての試みなんですけど、
他の YouTube で動画投稿されてるですね、まあ、勉強関係の動画投稿されてる方、計4人です。自分以外に3人の方に来ていただきまして、4人でちょっとテーマ決めてワイワイ喋るという、生放送をします。で、これはですね、例えば勉強関係だと、まあ、あの人かなと思いつくかもしれないんですけど、結構ベテラン勢です。学生さんとか若い方はいらっしゃいません。多分自分が一番年下なのかな。全員把握してないですけど。で、一応ね、お名前だけ、出させていただくと、逆転の数学っていうチャンネルのやる気先生と、あと、ムンディ先生ですね。社会関係、社会のね、ムンディ先生とトラマスク先生っていうお三方に来ていただきます。まあ、トラマスク先生はね、もともと YouTube の、方ではないので、他のところはちょっと活躍されてる方なんですけど、なので、計4人。で、まあ、テーマ決めて喋るっていうところもあるんですが、あとは、生放送でね、見ながらもらったそのコメントとか質問がガーって来たら、それにちょっと拾って答えるなんてこともしようと思いますので、ちょっとね、うまく、どうなるのかなっていう、初の試みだしね、まあ、ちょっといろいろ、今準備とかね、いろいろさせていただいてるんですけど、うまくできるかわからないんですが、ぜひ、遊びに来ていただけるかっていうと、まあ、気軽にね、ちょっと寄っていただいて、まあ、2時間もあるんでね、フル2時間いなくても全然構わないんで、ちょっと顔出して見てみようかな、みたいな感じ。俺のぐだつき具合とか見れるかもしれないし、まあ、生放送ね、今期1回もやれなかったから、夏休みね、やれなかったんで、まあ、初生放送になってしまうんですけど、よかったら遊びに来てください。はい、という感じでございます。はい、では、今からね、ちょっと明日から行く準備して、で、まあ、美容薬飲んでね、ちょっと今日中に熱を下げて、明日から行ってまいります。ツイッターとかではきっと結構ツイート、まあ、ちょっとね、現地でのスケジュールかなんか結構キツキツなんで、なかなかチェックすることもできないかもしれないんですけど、まあ、みんなとの絡みを楽しみにしつつ、みんなにね、おー、そんな人と言ってんのっていうツイートができるように、コミュ障を、コミュ障っていうか、こう、ガンガンちょっと、いけるように頑張ります。ほんと、ガンガンいっちゃいけない人たちなんだけど、相手がさ、凄すぎてさ、なんだけどね。まあ、ぜひ楽しみにしててください。では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第252回、明日から数日旅に出ますというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。では、また次回。次回はですね、日曜、その生放送の日の夜にダラダラジオになります。で、一応、事前に撮っておいて投稿できるかなとは思ってるんですけど、個人的な気持ちとしては、生放送やって、翌日に撮影してダラダラジオ投稿したいなって気持ちも結構強いので、もしかしたら来週月曜にダラダラジオになるかもしれないんですが、まあ、日月どっちかに投稿しますので、よかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。